ある研究によると1時間前に学んだ内容、1時間後には半分以上忘れてしまっていると、こういう研究結果も出ています。半分も忘れちゃうんですよね。じゃあそれを忘れないようにするためにはどうすればいいか。それは学んだすぐ後に復習することです。これで頭の中に定着しやすくなります。例えば学校を例にとれば、授業が終わったらノートを見ながら今の授業、これを頭の中で再現してみる。それに加えて次の授業、同じ科目の次の授業、この時にはノートを見ながら前回の授業内容をもう一度思い出してみると、この2つをすることで勉強の内容を頭に定着しやすくなります。